でもなんだろう、自分の感情っていうわけじゃなくて、うん、なんか困るっていう気持ちがある気がします。どっかに。ところで九州行ったことある？ある。すいません。どこ行ったんですか？九州は。分かった。広島は。広島行ってないよね。東北はあるんですか？あります。どこですか、場所は？宮城と福島です。山形の方は特にない。ない。どっちの方が居心地良かったのかあります？どことどこですか？西日本か東日本。でも惹かれるのは東日本。いや、どうなんだろう。なんか昔はすごい、うん、そのそれこそ島根とかの近畿地方っていうのかな、うん、近畿地方の方に行きたいってなんかずっと思ってたんですよ、うん、なんでっていう目的はなくて、ただずっとなんかその辺行きたいって言ってて思ってて、東北が落ち着くかと言われたら別にそうでもない、うん、全然関係ない話ね。はい。平家物語ってわかる？聞いたことある？平家物語。名前は聞いたことある？源氏物語とか。はい。源家とか。はい。平とか。はい。どっちの方がピーンとか。何と何ですか？源か平、源氏か平家っていうと。ピンとくる。うん。好きだなと思う方は。直感的好きだなって。平か。おお。うちね、うちの家系ね、源氏の。僕はまあ橋本って血引いてないんですよ。うち、僕、源家の血なんで、源って言いますか、僕のおじいちゃんが源って言って、はい、で、おばあちゃんはまた別のせいで、二人とも橋本家に婿養子に入ったんですよ。で、そこでも神社関係とか、こういうお名だけやってまして、なんで僕、橋本家の血は引いてなく、源家、源氏なんです。はい。おそらく平家関係なんかあるんだろうなっていうのは予想してたんですよ、怖いってことは。そこでいろいろ怖いっていうのがあったんでしょうね、かなと。ただそれはそれとして、お坊さんがどっから来たのかここが問題だ。あのね、いいおばあ方だと思うんだけど、仮にだよ、仮にこうスーってどっかいなくなってしまった時に、なんかすっごい最近心がいい、落ち着いた、仮にこうちょっと病んでる時、はい、どっか通ったとします、なんか昔の感情みたいな出てきたとか、はい、そういうのが怖くて、あ、なのですごい慎重になってます。今回こんな慎重なのは本当に初めてでして、あとはもしその方と一緒にいたいってんだったら、いろんな方法も授けようかなと思ってます。お経聞いてみる？不愉快になるかな。何をため見たいかというと、姿ちょっと表してくれないかなと思って、姿少しでも現れたら見えるし、どんなものでも出てきそうではあります。聞いたら無理やり取ろうってことはしないので、そこは約束します。はい。その場にさせるっていうことも無理やりはやりません。はい。で、ここね、響いたら近所迷惑になったら大変なので、これぐらいの声でやってもらえません？小さい声で。はい。ただシャカンシャカンっていうのは小さい音で、はい、ください。押さえてみます。はい。仮に何か言われたら、お坊さんが来たって言ってもらっていいですか？法事のために。え、うん、みんないた方がいいんですか？うん、いなくていい。3人だけかな。か、2人だけで自分が途中で入っていく。抜いた方がいいですか？どっち向いてたい？このままで大丈夫です。このまま？旅行じゃなくて平気？寝てるか？
不愉快になったら、はい、寝るか横になるか、はい、なんか合図だけ欲しいな、うん、じゃあ足崩します。うん、足崩して横になんなくていいの。でもどれぐらい気持ち悪くなるかわからないので何とも言えないんですけど、気持ち悪くなったらなんか手とか合図してくれば。わかりました。ではよろしくお願いします。この人がいいよ、リーナーして。一心長来、十方崩壊、上十三方、一心長来。般若心経、摩訶般若波羅蜜多心経。観自在菩薩行人、般若波羅蜜多。妙法蓮華経、観世音菩薩普門品第25。二次無人二菩薩即住座機変断右肩合掌鉱物二座税言聖尊観世音菩薩因果因縁妙観世音仏語無人二菩薩善男子脈無量百千万六修上住職の門税観世音菩薩一心称名観世音菩薩即時観合音上快徳芸脱脈氏勢聖王修上尿等脈称名者王子音族道徳芸脱修承認門苦法正言ナーム観世音菩薩称号妙高速徳芸脱無人に観世音菩薩摩訶薩異人士力義義尿勢脈衆上他王陰力常念空行観世音菩薩弁徳利欲脈他心に常念空行観世音菩薩弁徳利心脈他愚痴常念空行観世音菩薩イーグ、コンゴン、ルーリー、シャーコー、メーノー、サンゴー、コウハク、シンジュウ、トウホー、ニューオーダイ。ニーイー、セッポー、オーイー、ショーモンシン、トクドーシャー、ソクゲン、ショーモンシン、ニーイー、セッポー、インナーラー、マーゴーラ。ガーリンピー、ニントーシン、トクドーシャー、ソクカイゲンシー、ニーイー、セッポー、オーイー、シュー、コンゴージン。聖尊妙尊愚が根樹門非仏師が因縁妙意観世音愚即妙相尊ゲート無人に尿腸観音行善能症法上愚勢人尿界略光不思議ジータ千の区仏発大症状眼が異尿略説門妙牛献身新年風空化能滅症浮く内視一時来拝空用税人に副将と無意王百千万の子風が偶人無人に十字観世音菩薩名号特尿税無量無変福徳士利無人に菩薩白仏言聖尊観世音菩薩ガーリンピー忍刀神特道者即戒厳士任意説法王位衆金剛人特道者即元衆金剛人に説法無人に税関税音菩薩上十納税空読異衆十五優勝国道道脱衆上ガーシー道場尿大衆十方三宝要言中ガーシン要言三宝禅図面接足奇妙来師匠師友問う人家古希現地許可終始釈上当願終上節大聖寺尿実道空用三宝節大聖寺尿実道空用三宝異症状心空用三宝発症状心空用三宝願症状心空用三宝当願修上さあ天人師航空万願道空修上崩壊異尿空用三宝地具勝負即死法暴打苦行良善外で苦行苦用五時仏師愛民長寿五時大衆
元に四九毒不牛大一切が東洋修正海愚上仏道修正海愚上仏道手強いね。もっと修行したい。どういう風になった？もっと聞きたい。わかんないです。懐かしい感じ？でもわかんないですけど、うん、なんか涙は出ました。今は？今は。目の前の人見て、まだ怖い？いや、怖いとは感じないです。どっから来たんだろう。なかなか離れてくれないんだね。はい。そっか。せめてどこから来たか分かればいいんだけど、無理やり剥がすこともできないんだね。でも、お経を聞いてるときに、なんか姿が見えた気がしました。お、どういった人？どういった人、うん、見た目が鮮明に見えたわけではないんですけど、うん、まあ、なんでそれがお坊さんなのかっていうところまではわからないんですけど、うん、まあ男性のお坊さん、うん、なんだろうなっていう方がなんかその人がすごい光って見えました、うん、20代ぐらいの人30代20代とか30代くらいの若い人でもそれがなんで若いのかっていうのは、うん、見た目ではわからないんですけど、うん、そう感じる。オンバサラ新たなオンタラヤソワカオンバサラ新たなオンタラヤソワカオンバサラ新たなオンタラ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 ソワカ。どう？この言葉は正直に何も分かんない感じないか少しなんか不満があるか心地いいとかなんか感想あれば。例えば、どっちの言葉が好きか。どっちがいいか聞いてね。はい。オンアワキアビロシャナマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタユン。オンアワキアビロシャナマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタユン。オンアワキアビロシャナマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタユン。オンバラバラサンバラサンバラインダリアビシュダニ。うんろろしゃれそわかんばらばらさんばらさんばらインダリアビシュダニうんろろしゃれそわかんばらばらさんばらさんばらインダリアビシュダニうんろろしゃれそわか。最初と最後最後の方があんまりいい気はしない。お、どこでついたと先生最後の二つの言葉の差は何なんですか。一つ目は真言宗の、言葉になりまして空海和尚がこの言葉が一番いい簡単なサンスクリットのいい言葉だよっていうふうに教えてるのでしてもう一個は随分だらにって言いまして
霊を追い払う簡単な言葉でもあるんです。これは真言宗よりもむしろ天台宗の方が得意としている言葉。空海、空海和尚はね、二十何歳で渡ったんだと。本当は20年間中国に唐の本が当たって勉強しないといけないんだけども、2年で帰ってきて、経過アジャリって人の下でついて勉強したんで、で経過アジャリっていう方が、空海和尚に会ったところ、あなたは待っていましたって言って、この密教って言っていろいろ教えてもらう。はい、空海なんか空海って言葉響く。懐かしい感じの。なんか、知ってるというか、ピンとくるというか、空海。今まで空海って知ってました？歴史の授業か何かで出てきたのをちょっと知ってるくらいです。今空海って聞いてどんな気持ちになりました？なんか、どういう懐かしさ？どういう懐かしさ？例えば、そっか、空海っていうその、なんだろう、思い出すようなものなのか、そういえば空海をしようって言ったなって。いやでも、いたなって感じですかね。伝教大師とか聞いたことある？伝教大師、伝教大師ってことは聞いて。でも私は絶対に知らないんですけど、なんか知ってる気がします。南無大師遍照金剛、この言葉なんか懐かしいか聞いたことあるか。これも別名空海和尚の名前。大日如来、ちょっと難しいんだけど、大日如来っていう仏様がいて、はい、仏様の別名が南無大師遍照金剛とも言われてて、どっから来たんだろうね。はい、これって、生まれてきてからついてるんですか？一つ思ったのが、生まれる前かなと思って、はい、前世の記憶、これ前世って言ったら難しいか、他の記憶ってある？生まれて今こういう生活してるでしょう、はい、夢でもいいけど、昔こういうことをしていたとかっていう記憶があるかないか。記憶、なんか記憶、これ誰にも言ったことないんですけど、お母さんとかにも、なんかそれが記憶なのか何なのかは定かじゃないんですけど、なんかお寺か、神社でなんか修行してたっていうよりかはいた、みたいなのがあって、光景として浮かぶんですけど、お寺の仏像がある方がお寺ですよね。仏像ね、仏像実は神社にもある。あ、神社にもあるんですか、があって、でもすごい昔の景色というか、でもそれが分かんないじゃないですか、もしかしたらテレビに見た光景が印象に残ってるだけかもしれないし、でもなぜか自分がそこにいるみたいな記憶があるんですよ。出して参加書、参加書、はい、どうぞ。
座ってみて。懐かしいか懐かしくないか。なんかすっごい懐かしいような感じがします。だったらお寺の方かな。神社はね、はい、仏像があるとこは本当にもうごく本当に限られた場所で、はい、神様の創造をでこう作ったものがあるの、はい、どちらかというとやっぱり仏像はお寺の方が強く、それは三古書って言って、はい、真言宗天台宗が使う密教の道具です。悪いものを追い払うとか、そういった意味合いがあって、それをもって懐かしいと思うんだったらお寺だったら、うん、高野さんかなと。ああ、そうなんですか。初めて見ましたけど、うん、初めて見たけど初めてではない感じ、懐かしい感じの、はい、なんか不思議な感情って感じです、うん、そのいい感情かなんか嬉しいとか。でもなんか謎に高揚感があります、うんうん、なんか自分ではなんでこんなものと言ったらあれですけどこれを見てそんななんか高揚感が生じるのか。これを見て高揚感がある人は本当に仏教が大好きな人とあとは本当になんか前世みたいなものがあって、はい、あ、懐かしいなって、まあ、久々だよこれ触ったのっていう感じなのかな。あ、でもそんな感じします、うん。